24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルをやっているフシダラと申します。本日も春の金田一祭りに合わせた形で始めたこちらのセガサターン版金田一少年の事件簿をやっていきましょう。前回はね、ターゲット1人を殺害し、そして新たなターゲットを決めたところで終了したのでね、ここは第2の復讐の続きを始めましょうかということでやっていきましょう。いきます。2日目の朝が訪れた。私の復讐を終えるためにはあと2人のターゲットを始末しなくてはならない。しかしそのためには私はアルバイトの直木圭一を演じ切らなくてはならなかった。身支度を終えた私はアルバイトスタッフとして朝食の配膳係の仕事をするために食堂へと向かった。これ失敗ルートの時と一緒かな。食堂では人が一人死んだというのに客のほとんどが何もなかったかのように食事を楽しんでいた。大丈夫？眠れた？お？いや。あ、これ初なの。朝霧剛とその愛人の岡田敦子だ。おはようございます。おはよう。昨日は大変でしたね。ねえ。どうぞご案内いたします。うん。ああ、まあ奥のいい席に案内するか。私は二人を奥のいい席へ案内した。どうぞこちらへ。そういえば工藤さんは？部屋で塞ぎ込んだままだ。そうよね。とても食事なんて。まあそりゃそうよね。親父っすね。どうぞごゆっくり。ありがとう。朝食は9時までとなっており、9時からは私たちスタッフの朝食時間になってなっていたなんか字が間違ってんの。明子は死んだせいで朝食どころではなくなってしまったんだろう。結局雅彦や隆は朝食に現れなかった。あら。朝食を終えた私たちには昨晩のパーティーの後片付けの仕事が待ち受けていた。私はイベントホールへと向かった7月27日 AM 10時50分ホールではすでに後片付けが始まっていた。これ一緒だね、多分ね。ご苦労様。ちょっと力仕事やっちゃったんだけど、前回はね、私は拓也に指示を仰ぐことにした。これなんだよな、わかんないのが。まあ、一応力仕事やっとく？やっとくか。力仕事でも何でも言いつけてくださいよ。そうだな。じゃあそこの台車の上の荷物を倉庫にしまってきてくれないか。そうだね。女であるというのがバレると第一の殺人がバレてしまうから。はい、わかりました。私は台車を押して倉庫まで行かなくてはならなくなった。これ一緒ですね。ちょっとこの辺はそうだね、多少無理をして。ちょっと待った。鍵をゲットって、それがないと倉庫に入れないはずだ持って行ってくれ。はいはい。くれぐれも終わったら鍵をかけてくれよ。はい、わかりました。これはね、失敗ルートの時も同じ感じでしたから。私は重たい台車を押してサウンド機材を倉庫へと運んだ。7月27日 AM 11時2分倉庫は屋外にあった。お、ちょっと違うね。もちろん渡り廊下風に倉庫まで部屋は続いていたが、普通に運んではこの嵐の横殴りの雨にサウンド機材が濡れてしまうことは目に見えていた。あー、まあ、B かな。走ってもしょうがないんで B で行きましょうか。機材が雨に濡れないようにと体で機材をかばって倉庫に向かった。バタン。幸い体も機材もほとんど濡れることなく倉庫にたどり着くことができた。お、
問題はこの重たい機材たちを女の私が指定された場所に片付けることができるかどうかだ。はあ。悩みますね。いや、無理しない方がいいか。 A でいきましょうか。多分私の力では難しいだろう。私はとりあえず明かりをつけてから考えることにした。そうね、無理はせずね。倉庫の中にはすでに様々な機材が棚にきちんと片付けられていた。パーティーなどのイベントに使うサウンドや照明などの機材だ。あれ、これ一緒か。俺らの機材は普段はこの倉庫に片付けておくみたいだった。すでにここにいくつかの機材が片付けられているということは、まあ A かな。他のスタッフは片付けることができたということだ。もちろん他のスタッフは本当に男なんだから、これぐらいは簡単に片付けることができるだろう。逆を言えば、これぐらいのことができないと私が男だということが疑われてしまう。そうだね、女の私には大変な仕事だ。さて、何から手をつけていけばいいんだろう。このね、クレーンでしょうな。天井のレールに沿って移動するタイプのクレーンだ。多分重たい機材を移動させるために備え付けられているのだろう。そうか、他のスタッフはこのクレーンを使ったに違いない。これを使えば私でも重たい機材を片付けることができそうだ。私はクレーンのスイッチを探すことにした。まあ入り口、電気のスイッチの近くにありそうな、あ、でもないかな。まあ入り口でいいか。入り口の側を入り口側っていうのかな、探した方が良さそうだ。あった、このスイッチに違いない。本当か、こんなに分かりやすい場所にスイッチがあるってこと。このクレーンを使って片付けるに違いないだろう。幸い操作も簡単なようだ。私は早速クレーンを使って機材を片付けていくことにした。大丈夫かな。私は手際よくクレーンを操作して丁寧に、まあ、丁寧に、まあ、B だな。私は丁寧にクレーンを操作した。お、次々と機材を片付けた。あ、やべ、しまった、機材の一つを壁にぶつけてしまった。くっ、幸い機材は大丈夫みたいだ。壁の方はどうだろう。いや、結構がっつり、しまった機材をぶつけたショックで壁には小さな穴が開いてしまっている。手際よくだったのかな。しかし、あれぐらいのショックで穴が開いてしまうとは、なんてやばい壁なんだ。私は壁を調べてみる。私は穴を調べてみる。まあ穴かな、奥見たいよね。私は穴を調べてみることにした。壁は異常なまでに薄く、穴からは隣の部屋の様子が見えた。どうやら一つの倉庫を無理やり簡単な壁で仕切り、二つの倉庫として使っているようだ。どうあれ、壁に開いた穴は小さいので当分は見つかりそうにない。そう判断した私は作業を続けることにした。さあ、まあこれ一緒かな。クレーンのおかげで作業は簡単に終えることができた。私は次の仕事の指示をもらうためにイベントホールへ戻ることにした。それにしても隣の部屋が気にかかる。まあそうだよね、これは A だろ。それにしても隣の部屋が気にかかる。私は隣の部屋を調べてみることにした。不思議なことに部屋の隣の部屋へ入る入り口が見当たらなかった。私は諦めてホールに戻ることにした。いやいや、気になるよ。ここは B だ。私は建物の裏に回ってみることにした。
隣の部屋の入り口や窓は倉庫の建物の裏側にあった。窓には薄明かりがぼんやりと光っている。一体何の光だろう。誰かいるのだろうか。どうなんだろう。誰かいるのだろう。いいかな。誰かいるのだろうか。隣に誰かいた気配はなかった。それに蛍光灯の明かりにしてはなんだか薄暗すぎる。誰かがいるのなら阿部のことがバレてしまう。何をしているんだろう。いい。いるのなら何をしているんだろう。あんな暗いところで一体。とりあえずもっと近寄ってみよう。嫌な予感。まあええかな。とりあえずもっと近寄ってみよう。窓に近づいた私はそこで異様な景色を見た。お？窓に隣の倉庫の様子が上下逆さに映し出されていた。上下逆さに映し出されていた。なんだ？そうか。ん？一体どういうこと？鏡か？一体どういうこと？一体どういうこと？もしかして、もしかして、もしかして。あの壁の穴から光が漏れているのか。うん。それなら逆さの像のことも説明がつく。A にしてみる。鏡かな。それなら逆さの像のことも説明がつく。逆立ち現象とかドッペルゲンガーは違うもんな。やべ、全くわからん。噛んでいくしかねえ。ドッペルゲンガーは違うね。逆立ち現象って言うのかな。インホールカメラの原理か。原理っていうだけあって、なんかこれか知らないんだけど、正直インホールカメラの原理だ。それは一体何ですか。理科の授業で習った記憶がある。あのなんか反転するみたいなあったね。あるある、あの目線と像が反転するみたいなあったね。理科でやったな、確かに。これね、 あったあった。確かに暗い場所と明るい場所を板のようなものでくぐる。ここに穴を開ける。これあったな、こんなの。やったね。暗い場所、こちら側の部屋の中はどうやら明かりはついていないようだ。嵐のせいで辺りは薄暗く、明かりのついていないこの部屋はきっと真っ暗だろう。ちょうどこの部屋は明かりのついている倉庫と壁一枚で区切られているということだ。つまり暗い場所と明るい場所を板のようなもので通り、そこに穴を開けた状態だ。あ、だからピンホールカメラか。こういう状態を作ると明るい場所の像が暗い場所に逆さに映写されることを思い出す。あったな、それ。つまり私は偶然巨大なピンホールカメラを作ってしまったことになる。とりあえず理由が分かれば大したことない現象だ。あー、なるほどね。中へ入ってみることにした。 A 行ってみるか。私は中へと入ることにした。鍵がかかっていなければ良い。私はゆっくりとドアノブに手をかけた。鍵はかかっていない。私は部屋の中へと歩を進めた。プチン。部屋の中は隣の倉庫と同じ作りになっていた。隣と違うのは棚が空っぽで何も置かれていないことぐらいだった。これなら鍵がかけられていないのも納得ができる。私はこれ以上この何もない部屋にいても仕方がない。すでにここでかなりの時間を費やしている。イベントホールへ戻ることにした。ああ、これが何かに使えるのかな。さあ、7月27日 AM11 時43分。
ホールに戻った私は拓也に次の仕事の指示をもらうことにした。ご苦労様、重たかっただろう。今度は楽な仕事だから。出た。そこに置いてある電源ドラムをスタッフルームの階段の横に置いてきてくれ。ここは失敗ルートと一緒と。はい、わかりました。確かにさっきの台車より電源ドラムはずっと軽かったが、それでも女の私にはかなり重たいものだ。私は電源ドラムを持ってスタッフルームへと向かった。それにしても力仕事ばかりを押し付けられてしまうとは。私もついていない。でもこのルートじゃないと今の見れなかったってことだもんね。拓也の指示通り電源ドラムをスタッフルームの前の階段の隣に並べておいた私はそのままイベントホールへと戻った。終わりました。次は何をしましょうか。いや、もうほとんど片付いたみたいだから、とりあえず昼食をとって休んでてくれ。飯か。ありがとうございます。私は昼食をとるために食堂へ行くことにした。お、例の医者だ。彼から何か情報を得られないだろう。いや、疑いを持たれるようなことは。いやね、これ多分情報いろいろ得てった方がいいんだな、このゲーム。あんまスルーしない方がいい気がする。彼から何か情報を得られないだろうか。とりあえず声をかけてみることにした。あの先生。何か。昨日はご苦労様でした。いや、私は大したことはしてないが。そんなことないですよ。先生が検視してくれたおかげで死亡推定時刻が出たんですし、こんな小さな島の中の事件ですから、死亡推定時刻とアリバイを照らし合わせればすぐに犯人が見つかるわけですから。まあそうだろうね。自分はね、女というのを隠してるから。ところで先生、まだ何か。死亡推定時刻時間ってどうやって割り出すんですか。簡単に説明するとだね、解剖して胃の中を調べるんだが、その中のものが食後何時間経っているのかを計算すれば。すれば、つまり7時に食事をした人間が殺されて胃の中から食後1時間の食べ物が出てきた場合、死亡推定時刻は7時プラス1時間の8時という具合に割り出していくのだがね。お、それだけなのかな。なんかよく死後硬直とか言うじゃんね。どうだったんですか。もういいかね。そういう系じゃないんだな。はい、ありがとうございました。では失礼。検診について詳しい情報を手に入れることができた私は食堂へ行くことにした。7月27日 PM 12時3分、食堂はちょうど昼食時で一般客たちで賑わっていた。もちろん私たちスタッフは食堂内に設けられているスタッフ用のコーナーで食事を取ることになっておさ、金田一と食べるか食べないかみたいな選択肢なんだよね。これスルーしちゃってたんだけど、一緒に食べた方がなんかバレちゃいけねえと思って食べなかったんだけど。そう、ここではじめちゃん来んのよ。金田一くん、直樹さんも今から食事ですか。ええ、まあよかったらご一緒しませんか。これさ、一緒に食べてみるか。情報が何かしら入るかもしれないからね。はい、と言いたいんですけど、スタッフはお客様と同席することを禁止されていますので、ね、あ、やっぱこれになるんだ。そうなんですか。ダメなんだ。3人は残念そうに立ち去っていった。3人の誘いを断った私はスタッフコーナーで1人食事をすることになった。もちろん私自身は彼らと共に食事を取りたかったんだが。お待たせ。お、あんたが客の席で食べちゃいけないなら俺たちがこっちで食べるぜ。3人は私と食事をするためにわざわざ自分のトレイを持ってスタッフコーナーにやってきた。ごめんなさいね、強引で。
結局私は金田一とその友達2人と一緒に食事をすることになった。舞ちゃん、ここはお客とスタッフが仲良くしちゃいけないって決まりでもあるのか？そんなことは。高いお金を払ってきているお客様とスタッフが同じ待遇じゃまずいでしょ。俺たちも金を払ってないけど。あら、払ってくれても構わないわよ。でも同じ年頃の子が遊んでるのに働いてるのって辛くないですか？くー、はい。ん？同じ働いてるのって辛くないですか？辛いです。はいかな。はい。仕事ですから。話は変わるけど、金田一君、例の犯人の手がかりは見つかりましたか？いや、実は俺も直樹さんに聞きたいことがあって食事を誘ったんだ。なんだって？まずいぞ。まずい。くぅ、疑われるので、疑われてるのでは。朝霧さんって普通の親子に比べてなんだかよそよそしいように思うんだな。直樹さん、あんたあの二人について何か知らないか？私は胸をなで下ろした。私を疑っているのではないようだ。私は素直に答えることにした。すみません、朝霧さんからその辺のことは一切聞いていませんので。あの、どうしたんだ舞ちゃん。私、これはゆうさんの妹だと思う。私知ってるの。この子もなんかキーポイントになってくるんだろうな。あの二人のこと。え？実は拓也さん、お父さんに反発して18の時に家出をしたの。どうして？お父さんが愛人を作って拓也さんのお母さんを捨てたから。愛人っていつも一緒にいるあのおばさんのことだな。舞ちゃんはなぜそんなこと知ってるの？拓也さんと私のお姉さんは結婚するはずだった。何？そういうことか。はずだったって？はじめちゃん、舞ちゃんのお姉さん自殺したの。ごめん、辛いことを思い出させて。くえ。あたりに重たい空気が漂った。その時、なんだ金大臣、こんなところにいたのか。お、いつきさん、どうかしたの？脅迫状か。犯人から声明文が届いた。声明文か。これはあの、なんだって？失敗ルートでもありましたね。なんだって？一体どういうことなんだ。私にはそんなものを書いた記憶はまるでなかった。ああ、とりあえず来てくれ。問題の声明文は事件の起こったクワゾーンで発見されたらしく、私は数人の関係者たちとクワゾーンへと向かった。これが事件のあったシャワーブースの中に置かれていたんだな。はい。おっさん、なんて書いてあるんだ。ああ、見てくれ。第一の復讐完了、シャワールームラブ。あ、曲名が変わってる。第一の復讐完了、これは犯人からの声明文と考えてまず間違いないだろう。もちろん私はそんな声明文を書いた記憶など全くなかった。そんなことよりお前たちはどうしてこの声明文を発見したんだ。シャワーブースの周りは昨夜から立ち入り禁止にしているはずだが。私たちここでパンフレットの撮影をしてて、それでシャワーを浴びようと思ってブースの前を通りかかったら。よくそこへ行くな。もちろんあのブースは使っちゃいけないと思って違うブースに入ったんだけど。にしても閉鎖しているはずのあのブースのドアが開いてたから何気なく覗いたらその髪が。あ
ぜ人が死んだ場所でわざわざパンフレットの写真を撮る必要があるんだ。いや本当だよ。プールでの撮影はもともとスケジュールに合ったものなので。縁持さん正しいぞ。こんな時にスケジュールのことなんてどうだっていいだろう。いや本当そうよ。そんなこと言われましても、人気アイドル歌手のスケジュールを抑え直すのは大変なんですから。わかるけど、くださいよ。にしても嫌だろ、そんないわくつきの。それにシャワールーム立ち入り禁止のおかげで一般客がいないからスムーズに仕事が進んでよかったわよ。くまさひこの野郎。お前らな。へえ、れいかちゃん水着で撮影していたんだ。俺も見たかったな。はじめちゃん。はじめちゃん。まあそのことはいいとして、誰かシャワーブースで怪しいやつを見た者はいないのか。私は見ませんでした。私も。おっさん、気にかかるのはこのシャワールームラブの言葉。どうしてラブなんだ。これじゃまるで安っぽい歌のタイトルみたいだ。金田一くん、それ歌のタイトルよ。安っぽい歌って言うの。なんだって。確かなおちゃんの曲だったんじゃないかしら。出た、ここ一緒なんだね。確かにシャワールームラブは私の曲だ。もちろん私はこんな声明文を出したりしていない。もしかして私のことがバレたのか。なおって、あの葛城なおのことか。この展開は一緒ですね。そうですけど何か。警部さん、この事件はやはり葛城なおの復讐じゃ。ああそうか、葛城なおなら工藤明子を殺す動機が十分にある。うん、おっさん詳しく聞かせてくれないか。ああ実はなおが失踪する原因になったスキャンダルは工藤明子がスクープしたもの。そうなんですか。でもこの島にはナオはいませんよ。そうですよ刑事さん、ここは離れ小島なんですよ。ましてやこんな嵐の中。おっさん、俺も葛城ナオは関係ないと思うぜ。ここで多分その声明文はただのいたずらだ。このいたずらの流れ、どうしてそう思うんだ金田一。これは一緒ってことですね。いつきさん、よく考えてみてくれよ。犯人は証拠も残さないようなやつだぜ。そんな用心深いやつが自分の正体を明かすようなことをわざわざするとは思えない。ここは一緒だね。すると誰かがナオに罪をかぶせようとしてるってことか。いや、それもそうよね。そんなことすれば犯人はナオちゃんに関係ある人物だってバラしてるようなものだわ。そういうことです。ということはやはりいたずらなのか。いや、そうと決まったわけではない。とりあえず僕は鑑識が来るまで閉鎖する。うん、とりあえず声明文はいたずらということで騒ぎ収まり、私たちは解放された。